独ソ戦時、ソ連赤軍が主力野砲として運用したジスマイナス 376mm 野砲。野砲は、火砲の一種。定義は時代により異なるが、合計 100mm クラス以下の経過論法。世界で初めて気気圧式中退副座機を備えた、近代的な火砲である、フランスの M189775mm 野砲。合計は、 基本的に7 5ト、mm、ルから7 7トルが標準であるが、イギリスの QF18 ポンド砲や、9回25ポンド砲、ソビート連邦の m 6 0 1 0 7ト、mm、ル野砲の、ような大口径野砲も存在する。主に軍隊の主力砲兵である、師団砲兵が運用する、野戦砲たる、警砲であり、20世紀中頃までは、世界各国で使用されていた。 もともと大砲は工場兵器であったが、武道弾、キャニスター弾の発明により30年戦争の頃から野戦でも近距離殺傷兵器として使用されるようになった。しかし、牽引技術や砲射の性能の制限のため、野戦で使用できる大砲は4ポンド程度の小型のものに限られていた。18世紀中頃に砲射が改良され、より大型の野砲が、 不評に随反して移動できるようになり、ナポレオン戦争で広く使用されることとなった。18世紀末に発明された硫酸弾が19世紀初め頃から普及し始めると、遠距離でも対人兵器として使用できるようになった。当初は馬で牽引したが、6頭立て以上になると効率が低下することもあり、馬の牽引力によって野砲の大きさは制限を受けた。しかし、 機械力による牽引が可能になると、この制限はなくなり、より大型の方と統合されていった。第二次世界大戦時のアメリカ軍とドイツ国防軍は、士団砲兵の火力増強のため、1930年代末頃に軽流弾砲を配備し、合計 150mm の重流弾砲と混成運用していたため、野砲を実質使用していない。 赤軍と大日本帝国陸軍などは、野砲と軽榴弾砲を混成運用。イギリス軍は、野砲、軽榴弾砲兼用法を運用していた。20世紀後半以降の先進各国の師団砲兵は、戦闘競技や兵器の進化もあり、空挺師団、山岳師団や、機動性を特に求められる、軽装不評師団や海兵師団などを除き、 合計 150mm クラスの長方針の、榴弾砲を運用しているために、事実上榴弾砲に統合され、カノン砲と共に消滅した砲種である。戦車、装甲車が登場した第一次世界大戦以降から20世紀中頃に、かけては、カノン砲の高所速を活かして、鉄鋼弾を発射する渋滞戦車砲や、戦車砲として、使用、転用された例も多い。 フランス、イギリス、アメリカが衆国、フランス、イギリス、ドイツ、帝国、ロシア帝国、日本、フランス、イギリス、ドイツ、帝国、ロシア帝国、イタリア王国、オーストリア、ハンガリー帝国、ベルギー、アメリカが衆国、大日本帝国、ソビエト連邦、イギリス、ドイツ国、イタリア王国、ベルギー、チェコスロバキア、大日本帝国、ギリシャ王国、重榴弾砲やカノン砲といった銃砲は、軍砲兵や、軍弾砲兵と称す、軍、 軍団霊下の独立部隊が主に運用する馬一頭の牽引力は 300kg 程度であるため、6頭立てでは 1800kg となり、この程度が野砲の重量の限界である。これ以上の重量の場合は移動のために分解するか、より多頭立てで牽引する必要があり、一般に野戦重砲に分類される。ありがとうございます。